時期不明、横須賀にて、特務艦時代の秋月秋月は、海上自衛隊の護衛艦。秋月型護衛艦の一番艦。艦名は、秋の月に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、秋月型駆逐艦、秋月に続き2代目にあたる。秋月は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互。 防衛援助協定に基づく、米国域外調達による、アメリカ合衆国側の1957年度予算計画館として、三菱重工業長崎造船所で1958年7月31日に寄港され、1959年6月26日に浸水、1960年2月13日に、アメリカ海軍石艦 DD-960 として、 収益の後、海上自衛隊に供与され、横須賀地方隊に編入された。浸水式の際には在日アメリカ海軍司令官で、ある、ウィジングトン少将の夫人が、綱をので切り、翌年に行われた引き渡し式では、まず、アメリカ海軍に観光を引き渡し手続きが行われ、その後、アメリカ海軍水兵によって、正常期の形容と降下が行われた後に、 海上自衛官が上艦して、自衛艦機が形容され、護衛艦として就役した。1960年7月1日、自衛艦隊に直轄艦として編入。1961年7月26日、護衛艦、雪風に変わり、第三大自衛艦隊機関となる。1963年3月31日、自衛艦隊司令部が陸上に移転し、 機関が廃止となったため、4月1日付で、護衛艦隊に直轄艦として編入。同年12月3日、護衛艦、テル月に代わり、第2大護衛艦隊機関となる。1968年3月、艦備の爆雷投下機場、爆雷投射機が撤去され、VDS が装備された。1978年4月、マーク108、 ウェポンアルファ対戦迫撃砲、マーク、に単魚雷落ち射器を撤去し、71式ボーフォース、ロケット発射器及び3連装単魚雷発射管を装備する特別改装工事を受ける。1985年3月27日、護衛艦隊機関の任を、護衛艦、村雲に譲り、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7010 に変更。 横須賀地方隊に直轄艦として編入。1987年3月24日、開発指導隊軍に直轄艦として編入。1989年、5インチ砲3番砲塔を撤去し、5艦ンにエコー式ソナーを搭載、以後、実用試験に従事した。1993年12月7日に除籍。 総工程は675,906.69回りに達し、その間に練習艦隊の期間として5回にわたり、遠洋を練習公開に参加した。秋月型の技術的特徴、世界の艦船第728号、介入者、2010年8月、152から157ページ、ネ度400億1,718万449。九。高田用事、 国産護衛艦建造の歩み第5回、世界の艦船第778号、介入者、2013年5月、146から153ページ。中高新書、阿川直行、海の友情米国海軍と、海上自衛隊、P115 から116、勝山拓、オールドセーラーの思い出話、第4話一トは向けたか 世界の感染第688号、解任者、2008年4月、106から109ページ、0度400億1587万4845。会場自衛新聞、1993年12月17日、第6面。ありがとうございます。